あらゆる財産を積み地球を脱出した宇宙船団だが、長い航海中に起こったアクシデントにより人類は絶滅してしまう。無人となってもなお航海を続けた宇宙船が不時着した惑星で、ストーリーは動き出す。舞台はウイルスが蔓延した不思議な世界。プレイヤーは新しい人類アースノイドを操作し、最長老の命によってさまざまな遺産を探す旅へと出発する。拠点となる町パンゲアでは、食事の取れるキッチンや入手した素材で武器を作れる開発室、遺産やモンスターの情報を教えてくれる遺産情報室などがある。これらを活用して入念な準備をしておこう。味方となる6人のガーディアンと巨大なモンスターに立ち向かうのだ。モンスターと遭遇するとリアルタイムで進行する戦闘に突入。このバトルシーンでは今までにないタイムストップバトルシステムを採用。プレイヤーやガーディアンの攻撃などを行う際には A ボタンで時間を止めて考えてからコマンド選択ができるようになっている。さらにコマンドを2つ以上入れることによってコンボが発生。モンスターに合わせた攻撃もじっくり考えてから入力しよう。これによりアクションゲーム初心者でも簡単にプレイを楽しめるようになった。ゲームの目的となる地球から運び出した遺産はモナリザやゴッホのひまわりをはじめ、恐竜の化石やモアイ像などその数200種類以上。ありとあらゆる地球の遺産を収集し、人類の文化を継承せよ。また DSI ウェアとも連動、集めた食材から料理を作ったり、石の塊から防具のパーツを作れたりと、外でもアースシーカーの世界を楽しむことが可能になった。散らばった人類の遺産を収集することによって途絶えた記憶は再び紡がれるのか。手軽に遊べる本格アクションゲーム、アースシーカー。